お疲れ様です。まあガナリさんに限らず、スマホ使わねえよ、ガラケーで行くよって言ってたのに、しばらく時間が経つとスマホにしてる例ってあると思うんですよ。それはやっぱり時間が経つに従っていろんな考え方に触れて、それまでのずっと守ってきた考え方をね、やっぱこう改めることができた進化成長じゃないかなと思うんですよね。まあ、逆にですよ、スマートフォンからガラケーにする人もやっぱりいると思うんですよ。それは考え方の進化であり成長であり、自分のライフスタイルに無理なく合わせたということじゃないかなと思うんですよね。まあ、こういうふうにね、人の考えってまあ言ってみればコロコロ変わるんで、このコロコロ変わるから信用できないっていう考え方がもうすでに古いのかなと思うんですよ。新しい経験や情報を自分の中に入れると当然考え方が変わる可能性は強いですもんね。まさに考え方変わったのに、いやでも今までずっとこれでやってたからなみたいなことをね、あまりにも固執しすぎると変われるはずのチャンスを失ってしまって、結局ムーブメントに取り残されるみたいなことになるのかなと思うわけですよね。まあ、だからこう変化することってそもそも悪いことじゃなくって当たり前のことなのかなと思うわけですよね。雨が降ったと思ったら止むわけですから、うん、それから天気だと思って傘を持っていったら途中から雨降って、あれ出てきた時には雨降ってなかったのにって言うけど、やっぱりこう先を予測して2手先3手先をやっぱこう想定しておくっていうんですかね。でそれにおいて構えておくことができなければ当然変化にも対応できないし、変化が起きたからって言って自分の思い通りにならなければそれを言い訳にするんだったら、まあもうついていくのは難しいでしょうね。まあ、そもそもずっと一緒のものっていうのがないわけですから、常に、時代は移り気で、人は移り気で変化前提に生きてるわけですから、やっぱね、安定を求めるよりも不安定を乗りこなせるようになっていたいですね。